ジョージ・フランシス・ホッツはアメリカ合衆国のハッカー、プログラマー。ニュージャージー州のグレンロックで生まれた。同州にある公立高校ベルゲンアカデミーを卒業後、ロチェスター工科大学に入学するも、ほどなくして中途退学した。高校卒業後の2007年8月、ホッツは iPhone のジェールブレイクに個人として初めて成功し、自身のブログや YouTube などで公表した。 これにより iPhone で使用できる通信事業者がアメリカの AT&T 社に限定される設定が解除できるようになり使用できる通信事業者が自由に選べるようになった2009年末には発売3年目にして誰も成功していなかった PlayStation3 のジェールブレイクに成功し同じく自身のブログなどで公表したこれにより PlayStation3 で 海賊版のゲームソフトをプレイすることが可能になった。2014年6月、ホッツはアンドロイド向けのルート化ツール、トーウェルルートをリリース。ルート化が難航し、約180万円の賞金がかけられていたギャラクシー S5 にも対応している。裁判、ホッツが2009年末に行った、プレイステーション3のジェールブレイクにより、海賊版のゲームソフトがプレイ可能になったことで、 開発元のソニーコンピュータエンターテインメントがゲーム事業への影響を危惧し、米国使者が米国の著作権法に基づき、ホッツを提訴した。複数の報道機関によると、ホッツが米国の SNS 企業フェイスブックにスカウトされ、2011年6月27日に入社していたことが明らかになった。詳しい配属先は不明。2012年1月、 フェイスブックを休職中であると報じられた。2014年、ホッツはプロジェクトゼロというグーグルのセキュリティ監査チームに雇われる。チームに所属したのは5ヶ月間。そこではキーラというオープンソースプログラムも開発した。2015年に1月、大脳新皮質に基づいた計算原理を応用して汎用 AI を開発するバイケリアスにホッツは雇われる。 そこでは7ヶ月間働いた。2016年、ホッツは自動運転車を開発する会社コンマイを立ち上げ、通常の自動車を自動運転カーにアップグレードするキットを開発している。2018年現在、ホッツは社内の研究チーム責任者になり、リカルド・ビアシニを同社の新しい CEO に任命した。ありがとうございます。